感情が最も入るバースの実演ってお願いできますかえその長くていいっすか全然えきれこをさしてる人がまた着飾ってるあたしまだ14歳だから見守ってままコロナ禍の街中今を変えたいんだみんなから見れば12秒だしここもまぁちょっぴりいなからけど ぶっ殺したい過去の記憶をまだちゃんと飲み込めてないしどこで降りるかも決めてないけどあと3分で発車しちゃうからイヤホンの音量を上げて窓の外の景色を眺めてバカみたいにリ,リックに私のざまを書いて生きる意味を理解していく理解していくです、ね、最高ですね。ありがとうございます